今日は80センチの生地で作れて、型紙もなし、バイアスもなしで作れるエプロンを作っていきます。ポケットがついていて、紐の部分は綾テープを使っています。首の紐の部分は長さが調節できます。輪っかに紐を通して結ぶことで調節ができます。簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらになります。縦80センチ、横70センチの本体の布を1枚、縦18センチ、横22センチのポケットの布を1枚。綾テープは2センチ幅くらいのものを使います。15センチのものを1本、70センチのものを1本、75センチのものを2本使います。では作っていきます。本体の布を縦に中表に半分に折ります。ここの長さが80センチ、半分に折ったのでここは35センチになっていると思います。この向きで置いてあります。輪から15センチのところ、上から30センチのところに印をつけます。ゆるくカーブで結びます。急カーブにすると後で三つ折りがやりづらくなるので、ゆるいカーブを結んでください。布を重ねたまま線でカットします。エプロンっぽい感じにカットできました。次にポケットの布を用意します。ポケットの布の横と下の3辺にほつれ止めのジグザグミシンをかけます。横と下の3辺にジグザグミシンがかけてあります。ジグザグミシンをかけた3辺を裏に1センチ折ります。アイロンを当てておきます。上を1センチずつ2回折って三つ折りにします。内側の折り目から2ミリのところを縫います。ここが縫ってあります。中表に半分に折って真ん中に折り目をつけます。本体の布も縦に中表に半分に折って真ん中に折り目をつけておきます。本体の布にポケットをつけていきます。本体の布の真ん中の下から26センチのところに印をつけます。真ん中の折り目同士を合わせて印にポケットをつけます。ポケットの下を印に合わせます。
待ち針で留めます。端から2ミリのところをコの字に縫ってポケットをつけます。ポケットがつけられました。カーブにカットした部分を裏に1センチずつ2回折って三つ折りにします。内側の折り目から2ミリのところを縫います。反対側のカーブも同じように縫ってください。両サイドカーブの部分が縫ってあります。次にエプロンの上の部分を裏に1センチずつ2回折って三つ折りにします。綾テープをつけていきます。15センチの綾テープを輪にしてここにつけます。左右どちらにつけていただいても大丈夫なので、ご自身の好きな方を選んでください。反対側に70センチの綾テープをつけます。しっかりと中まで差し込みます。内側の折り目から2ミリのところを縫います。底が縫えたら綾テープを上に倒して縫って留めます。ここが縫ってあります。綾テープも上に倒して留めてあります。次にエプロンの横の部分を裏に1センチずつ2回折って三つ折りにします。75センチの綾テープをつけていきます。ここにつけます。しっかりと中まで差し込んでください。内側の折り目から2ミリのところを縫います。縫えたら綾テープを倒してここを縫って押さえます。反対側も同じように縫ってください。
横が縫ってあります。綾テープも倒して縫ってあります。反対側も同じように縫って綾テープもつけてあります。エプロンの下の部分も今までと同じように三つ折りにして縫ってください。三つ折りにして縫ってあります。ここで一度試着してみて、綾テープが長いようならカットしてください。長さが調節できたら端を三つ折りにして縫います。綾テープの端を三つ折りにして縫ってあります。これで完成になります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。